はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。プロ野球スピーチ2015西行き侍道パート4かな、やっていきたいと思います。で、今回がねソフトバンク戦ということで、まあ、12球団トップの打力を持ったソフトバンクとの戦いですね。まあ、昨日のね動画は結構劇的な感じで、ありがたく勝たせていただいたなっていう感じですね。まあ武田相手ということで、今実質ソフトバンクのエースかな、能力的にも見てもね、それでまあしっかりやっていきたいかなと思います。まあね、チームも今1位ですし、まあチーム状況で、まあ個人的に西君の状況を見ても悪くはないんじゃないかなと思います。オーダーはこんな感じ、まあ、ほぼフルメンバーできてるかな。それでやっていきましょう。あれだね、ソフトバンクたまにこう、この選手使うみたいなとこあるんですけど、今回は結構フルメンバーでしたね。吉村とか、その辺を5番に使ったりとかあるんですけど、いや、全然そんなことなかったですね。だって、井出穂で、松田、内川、中村っていう並びでしたし、で、ギーターは3番にいたし、まあ、だいぶこう、しんどい戦いにはなるんじゃないかなと思います。今回はね、前回は結構雑談しながらやらせてもらったので、今回は結構しっかり、一人一人に対して頑張っていけたらなと思います。どっちがいいんでしょう、皆さん。まあ、いい方にね、やっていけたらなと思うんですけど、難易度はね、多分スピリッツかな、パワフとかな、スピリッツですね。99のスピリッツ。いやまあ結構ね、完封させてもらったりとか、昨日もね、昨日の動画も1失点完投とかね、悪くないピッチングを続けてるので、まあ上がるのはしょうがないのかなって感じはしますね。ピッチングの方は結構簡単に上がるよね。バッティングの方は難しいですけど、今ギータはね、もうすでにスピリッツまで駒を進めましたね。だいぶ打ちにくくなってるけど、まあ頑張っていきたいかなと思います。まあ、見てない方いたらね、ギータの比較結構面白く、まだ始まったばっかりですけど、結構面白く出来上がってると思うので、見ていただけたら嬉しいかなと思います。まあピッチャー操作の方が面白い、ピッチャー操作の方がいいっていう人もいれば、バッター操作の方がいいっていう人もいろいろいるとは思うんで、まあいい方を取っていただけたらと思いますけど、まあ時間があるならね、両方見ていただけたら嬉しいかなと。とにかく安心して見てられますからね。何してんの。なんで急に西君こけぞったんやろ、なんか押したかな。まあいいや、まあそんな簡単にね、0点で抑えられてるとは思ってないので。ヒットでランナーを1塁に置いています。いや、こうやって企画面同士戦うっていうのはいいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ファーストボールをこぼした。マジで頼むわ。ここも牽制。まあ、走る気配はなさそうですね。よいしょ。まあ牽制の上手いピッチャーですから、浮かすクイックも早かった。クイックも早かったね。そうですね。そうだね、スローカーブかな。4球目は何で来るか。よいしょ。変化球で空振りを取ります。いいねいいね。2アウトになりました。バッターはギータだいぶこう今1位ですね、ホームランランキング。2試合当たりが出ていません。倍差だね。2倍。素晴らしいですね。マウンド上のピッチャーは西。そしてキャッチャーチェンジアップ得意か、ボール球にしよう。いや、うまいね、走るタイミングがまた。よくチェンジアップ投げるって分かったよね。ここで盗塁を許してしまいました。ちょっとコンピューターすごいよね。よいしょ、でかい。助かった。抜けてたら絶対1点でしたからね、あのランナーでしたし、赤しか。S ですからね、ツーアウトランナー、2塁、確実に点は入ったでしょうね。よしよしよし、まあ、だいぶ投手戦になるんじゃないかな、今日も。まあ、僕がしっかり投げれたらの話ですけどね、もう西君が抑えれたらの話ですけど、武田翔太君も点は取れないでしょうね。前回みたいにね、粘って粘って逆転を待つみたいな感じになれれば、こっちのもんかなとは思うんですけど、まあ、大谷よりはまだ望みはあるんじゃないかなと思います。変化球外れました。そうだね、高めにシュートかな。のけぞった後にフォークボールかな。よし、インコース外れます。絶対顔の近くに来たから確実に残ってると思うよ、印象は。いやピクッとしたけどね、今3ボール2ストライクです。まあもう頼りのカーブかな。本当に西君はカーブを頼ってるしまってる。いや、うまい。いや、僕なんかに頼ってしまう癖があるのでね。いや、今のもね、スライダーとか投げとけば結果勝ったかもしれないですもんね。
打順は6番、内川。打順だな、本当。昨日のゲームで打点を挙げています。いや、ゲッツーが欲しい。ヒットでランナーを一塁に置いています。でもゲッツーを打ってくれるバッターではないのは知ってる。そうですね、なるほど。よし、さあそういった配球で攻めてくるのか。フォーク、ここはもうセオリーに行こう。あ、ラッキー。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。いや、一つこうふーって息を吹けるタイミングでしたね、今のは。2試合当たりが出ていません。お、ラッキーですね。今調子悪いんだ。ワンアウトランナー一塁です。いや、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。今の確実に見て外角を狙ってるよね。カットボール行こう。よいしょ。さあ追い込んで次は何で狙ってるとこからチェンジアップを落とそう。思い切ってインコースの厳しいところを突きたいですね。最高のボールでしたけどね。さあそういった配球で攻めてくるのか。そうだね。スライダー低め、外角低め。よし、ラッキー。ゲッツーあるよ。さすがにないか。セカンド、足速いもんね、中村も。B か A ぐらいあるもんね、普通に。平気で足速いもんね、みんなね。うん、この2人かな、抑えれるとしたら無難に。ラッキー。いやー、ノーアウトから今宮と細川迎えれるのはでかい。いや、伊藤さん素晴らしいですね。まあ、西区のクイックが速いっていうのも今のは功を奏したのかなと思いますけど。お、いいよ、ヒットだよ。よし、いいよ、来た。お、点取れ。いや、でかい。もう行って、もう行って。ゲッツはないべ。まあ、しょうがない、しょうがない。お宮さん、いや、いいよ。プレゼントしてもらっていますが、ここ2人は確実にね、取っていきたいかなと思います。点を取ってもらえたということで、でも西くんね、大体点取ってもらったらね、やられちゃうこと多いから、まあ、援護罰っていうのは早く消したいかなと思います。何そのしぶといバッティング。出したらダメなバッターを出してしまった気がする。さあ一塁にランナーを許しています。バントかアババントさせようか。細川、まあ送るとしたら金が送ります。よいしょ、一塁へ送ります。さあここからですね。正直チャンスでギータには回したくない。この2人で消したいよね。さあバファローズ、どっちも出したくないな。試合を優位に進めていくためにも無失点で切り抜けたいですね。そうですよね。まあただピンチでも落ち着いて投げられるピッチャーですから、簡単に打たれはしないでしょうね。アウトコース、これはなかなかあれだね、厳しい場面だね。カットボール、よし、これは大丈夫でしょう。 OK、 OK。飛んだコースは結構厳しかったけどね。よかったよかった。明石はさっきセーフティーバントをやられてるんだよね。絶好調か。このまま点をやらずに切り抜けたいですね。サークルチェンジ、そうですね。さあ、危ない。この場面で打席には2番の明石が入っています。よいしょ、しっかり捉えた。 OK。 いや、次クリーンアップから始まるって考えるとものすごく嫌ですけど、まあ OK、OK。 さあご覧ください。点取ってほしいな、もう1点ぐらい。お、いいよ。お、いけ、いけ、いけ。よしよし、頑張っていきましょう。4回に入っていきます。勇気って山田、柳田勇気っていうこの名前もあれですよね、変わってますよね。勇気ってこんな字なかなか書く。勇気くんっていう人はいっぱいいると思うんですけど。うまい。いやー、でかい。スーパープレイですよ、今のは。いや、神がかってたね。まあ、柳田勇気、勇気っていう、勇気くんっていう人は多いと思うんですけど、あんな字書く人はあんまり見たことないかなと思います。まずは先頭バッターを打ち取っています。まあいいよね、ああいう、こう特徴が出てるっていうのはいいよね。僕のね、本名もあんまりこう特徴があるわけじゃないんで、まあ伏せときますけど、さすがにね。なんかこう、ああいういい字、漢字にしろ、名前にしろ、特徴があった方が僕は嬉しかったかなと思ったりもしないこともないし、別にそんなに恨んでるわけでもなんでもないし、勝手な、なればいいなぁ、みたいなね。うん。打順は5番松田。さあ、いきますよ。いや、でも、あれですね、3番、4番打ち取れてるのはでかいんじゃないかな。3番打ち取れたのは本当に足立のおかげですけどね、本当に助かったかなと思います。ボールになります。さっきカーブ打たれてるからね。追い込んでからはカーブは消しときましょう。よし、これフォークボールが効いてくれるとありがたいかな。やっぱり球数多くなるよね、ソフトバンク打線。ファウルになります。そうだね、今ので空振り取るのが理想やったんだけどな。一球スローカーブで様子を見よう。おってなるんじゃないかな。ならないかな。なった。なってくれましたね。よいしょよいしょ。お、いいよ、し、でかい。
耐えてるね武田君も。小宮山さん、回は5回です。内川からか。内川は出したくないよね。そうですね、余計なこと考え、いやこれは嘘だったんじゃない。ですからね、でかいね。いや内野やっぱり西君ってすごいね。こんだけこうソフトバンクを料理できてるっていうのも、今まででスピリッツでここまでソフトバンクを料理できてるのピッチャーってなかなかいなかったんじゃないかな。まだ5回、まだ4回ですけどね、4回と3分の1ですけど、ほんまにここまでは無難な感じで来れてるんじゃないかなと思います。あれだよね、ギータを抑えれてる部分がでかいんじゃないかなと思います。ギータイデホを止められてるのはね。今宮になんか綺麗に打たれたからね。前の打席はシュートをうまく打たれましたから、今度はその使い方が外角に行こう。シュートは、さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。絶対内角狙ってたね。よかったよかった、今の打ち方を見ると。もう1球行こう外角。よいしょ、2球目も見送っています。いやだいぶこう狙ってなさそうだね。で落ちる、内角から落ちる球振るんじゃないかな。緩いボールできました。結構綺麗に見逃されたね。よしフォークボール、じゃあ狙ってる狙ってない方から。あ、ラッキー、見逃して三振です。よいしょよいしょ、スリーアウトチェンジ。お、いいよ。お、来た、いけ、よし来た、いけ、うん、いやオリックスチャンスは作ってるんだけどね。てか向こうフォアボールとかデッドボールが多いね。京セラドーム大阪からお送りしています。まあとか特に崩すとフォアボール、デッドボール、エラーっていう最高の感じやったんですけどね。崩せそうやったんやけどな。あそこで 2,3 点取ってたらもうほぼ勝ち決まりやったんですけど、いやなかなかこうね、動画的に面白くしてきますよね。僕は面白くしなくていいと思うんですけどね。あーボールですか。今のは手上げてほしかったな審判。ダメか、うわやばい、あファールか。オッケー、切りました。ファールボールです。ワンボールツーストライクです。まあなんか素直にストレートが投げれないよね、こんだけの打線やと。またファウル、投げましょうかインコースに。でもその普通にインコースにそのストライクが投げれないというか。ここもファールです。今のはボール球ですよね。今のファールの感じだとよし、ストレートに振り向いてますね。これでスローカーブ、あまり投げてないからおってなってくれるとありがたいな。よいしょ、おってなった。変化球で空振りを取ります。いいね、たまに投げるスローカーブが効くのかな。こんだけね三振してくれると多投してしまいそうになるんですけど、このホンダやっぱりカーブとスローカーブ2枚持ちっていうのは強いね。調子を落としているんでしょうか。はい、これは大丈夫じゃない。崩してますね。何かきっかけになるよ、あれかな、バントシフトしてくれてたのかな。今なのではね、守備うまいんでありがたいんですけどね。サード行ってくれると。今日は盗塁を一つ成功させています。ツーアウトランナー、いやアウトコース大丈夫。よいしょ、糸井もありがたいよね。本当オリックスの守備はセカンド平野もいつも助けてもらいました。さっきは足立にも助けてもらいましたし、ありがたいよね。お、いいよ、いけ、いけ平野。いやこの回か、また 3,4,5 か。さっきはうまいこと打ち取れたけど、そんな何回もできないですよね、きっと。計算通りの厄介、ね、だよね。ギータ出したくないな。いやー、今のが入ったのはありがたい。あっという間にツーストライクです。高めに外そう。セオリーが効くバッターではないとは思うんですけどね。もうセオリーで行くしかあんまり今考えられない。見送っています。低め振ってほしかったな。これがダメだったらスローカーブ行きましょう。スローカーブだね。フォアボールはダメだよ、フォアボールだけは、うん、よいしょ、打ちました。打ち取ったね。いやー待ってなかったんじゃないかな。おって思って振りに行ったらショート真正面だったと、ね、バッターボックスは4番イデホ。先ほどの打席はね、なんか今日なんかあんまりそんな打たれる気がしないんですよね。まあ、いらんこと言って打たれそうですけど、アウトコース、なんかこうイデホに今日は恐怖心を覚えてないかなと思います。いつもはね覚えるんですけど、今日はそんなに嫌じゃないかな。うん、イデホに対するとき、まあ、逆境ついてるんでちょっと油断できないですけど。危ない。おっと、空振りの真ん中でした。ラッキーラッキー。ワンボールツーストライク。さあフォークボール、よいしょ。変化球空振り。松田だよね、厄介なのが。うん、今日内川もねそんなに怖いイメージがないんですよね。松田とギータかな。変化球捉えました。ラッキー。ほんまに今のより守備がいいよね。
普通ならああいうの弾きそうですけど。お、ようセカンドエラーするね。セカンド今日誰？本田。いけ。いけ。ほんまに点が入らないね。てか向こう2安、こっち向こうがオリックス自体が2安打しかしてないんですね。よく2点取ってくれたよね。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。うわ、うまい。かなりやべえ。いや最高。本当守備に助けられてるね。すべてにおいて。いいプレー。素晴らしいね。素晴らしいプレーが飛び出しましたね。このままいけば次912が9回なので、そうしたいよね。一人でも出すと1番からでしょう。ギータとかに回るんでしょう。厄介だよね。見送っています。低め振ってくれれば。まあその912で抑えられる場所はないんですけど、気持ち的に楽だよね。このギータ回らない三者凡退ならって思うのは。よいしょ、ナイスプレー。いいね。よし、ここはしっかりと今宮を打ち取りましょう。まだ3安打しか打たれてないんだね。本当にスピリッツ相手にだいぶやれてるんじゃないかなって思います。うわ、これは打ち損じてしまいました。大きい。最後はライトフライ。あと1回。だいぶ疲れるねゲームしてるだけなのに。取ってほしいな。これ1点でも取ってくれるとだいぶ楽。いけ。ありがたい、ありがたい。そこの1点はありがたい。今なり加入してくれて本当にありがたいですね。予感させる投球でここまで来ています。さあ今日も勝つよ。この回を無傷の6連勝といきましょう。今日は非常にテンポのいいピッチング見せてくれてますよね。いや、なやかや球数も少なく来てますね。後半がだいぶこういい感じで三者凡退が作れてるんじゃないかな。前半はちょっとやられてましたけど。いや、ここの細川出してしまうと流れがぐっと変わってくるよね。ここを抑えれるとぐっとこっちに流れが持ってこれるよね。本当にこのバッター次第なんじゃないかなと思います。今日勝てるかどうかは。よいしょ。変化球で空振りを取ります。まず1つアウトを取りました。打順はトップに帰って本田今日やたらエラーしたよね。なんか2回ぐらい見た、2、3回見た気がします。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。西君尻上がりとかは持ってないんですね。援護バッツは消したいね、やっぱり。入れてきました。このスタープレイヤーっていうモードの一つとして打ってくれないと勝てないというのがありますから。いや、ラッキー。変化球空振り。いいね。打順は2番。あと一人。赤石で抑えたい。赤石で終わらせたい。ギータにはあんまり回したくない。動画的には最高だけど。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。回したくないな。こういうところでね、回させてくるのがね、このゲームなんでね、僕の実況してる時なんでね。わずかに外れた。今のとか最高のカーブだと思うんだけどな。ダメなのかな。プレ、よいしょ。変化球で空振りを取ります。試合終了。完璧でしたね。3安打完封。今日は見事な完封。オリックスもよく4安打で3点取ってくれたね。やっぱり本田3エラーしてる。多分全部本田やったと思います。セカンドエラーって何回も出てましたからね。いや、久しぶりにだいぶ集中したピッチングやったんじゃないかな。やっぱり西君いいね。やりやすさを感じます。もっとこう苦戦するかなと思ってましたけど、西君についてはだいぶこうなんかね、楽しさというか楽さというか、楽さってことはないですけど、楽しさを感じますかね。普通に日ハム戦ね。まあ次回は多分ロッテ戦になるのかな。ロッテ戦やって交流戦に入っていけたらなと今考えています。ということで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。まあオリックスね、5月の時点ですけどだいぶゲーム差を離して、ソフトバンクが最下位だって。いやー、波乱万丈ですね。お互いこうオリックス広島と、だいぶゲーム差を離しての1位ですね。セリーグに関してもほとんど2位から6位まで 1.5 っていう大接戦ですけどね。ソフトバンクが再開っていうのは5月の時点で初めて見たかな、僕は。なんか見ようとしたんだ。あ、カレンダーか。次はロッテ戦ですね。ここ取っていけたらな。まあ多分ここになる、23になるのかな。で、広島、ドラゴンズ、阪神と取っていけたらなと思っております。ということで今回はこれぐらいにして、また次回やっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回見ていただきたいと思います。それではね、そうすけでした。さようなら。